はい、どうも、制御チャンネル TV です。今日はですね、芸能フォーカスです。質問コーナーに2点お答えします。まずですね、1点は、緊張感を持たないでパフォーマンスするにはどうしたらいいか。この質問結構多いんですよ。まあ、ミュージシャンの方やね、歌手の方、それから舞台とか、そういうパフォーマンスをされる方がですね、緊張してしまってどうもっていう方が結構多い。質問が多いんです。この緊張、これについて今日お答えしましょう。緊張感をなくすこと、それはできません。残念ながらですね、人間というのは緊張するようにできてるんです。緊張しないと逆にダメなんですよ。で、緊張感をなくすのではなくて、緊張感を利用する。緊張するということがどういうことかっていうのを自分で把握して、きちっと理解した上で緊張感を利用してパフォーマンスを楽しむ。これが一番の、その緊張をほぐす利点なんですよ。で、緊張しないためにはまずどうするか。これは緊張していいんです。緊張しようっていうふうに思いましょう。まず緊張するんだと。俺は緊張して自分がいいパフォーマンスをすると考えるんです。緊張感というのはね、ある程度のね、ピークまで達するとだんだん下がってくるんですよ。下がってきます。この下がってくるとこうまく利用するんですよね。で、どうしてもその頭が真っ白になってしまって、何を言ってるのかわからないとか、周りの状況が見れないってことは、ある一点のことにきっと集中できてないんですね。人に見られてるってことに意識が行き過ぎちゃう。どう見られてるのかなとか考えてしまう。そうではなくて、自分がやってる事柄に集中するんですね。で、1点、まず方法、これ野球選手がよく、メジャーリーガーとかよくやるんですけど、鼻から吸って息を口から吐く。これを早くね10回ぐらい、やるんですよ。そうすると脳が活性化されて、より緊張感がちょっとこうほぐれるっていう話。緊張がほぐれるというか、緊張を逆にだから本当に利用できるようになるんですよね。緊張を利用しないとうまくできない。だから緊張はしましょう。緊張をなくすことはできません。だから緊張はしてください。緊張しましょう。そういうことで、まずその1点ですね。うん。とにかく、ブリージングっていう呼吸法をね、することがいいんです。あとね、よくこう、話とか、トークとかするときに、こう、何気なくこう、手をね、こうちょっとこうどっかこう叩いたりするとか、意識の中のこう動作でね、こう緩和させていくってこともあるというふうに聞きますけど、でもどうかな、緊張はもうね、これはもううまく付き合うしかないです。はい。あともう一点ですね、質問。前回の小坂井一樹さんの YouTube の配信でですね、映画不思議な国日本のDVD はありますかっていう質問が3点ぐらい来てたんですね。DVD ございます。こちらですね。はい、はい、映画不思議な国日本。これね、当時は松竹松林プロダクション提携作品として全国公開されたんですね、1983年で。これね、実は今このコロンビアが持ってるんですよ、版権を。ですからコロンビアから出てます。で、 DVD、 レンタル DVD で借りれるかどうかっていうのはちょっとね、ディスクがあるかどうかちょっとわからないですけども、購入することは可能ですので、ぜひご購入いただいてご鑑賞ください。そういうことで、2点、質問にお答えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。